皆さんこんにちは。SYWorksの近藤陽介です。今日は来年以降のですね、人材育成において、重要だと考えているポイントについて皆さんにお伝えをさせていただきます。これはいつも発信をしていることですが、この1年ですね、振り返ってみて、コロナ後ということをチャンスとして生かしてですね、成長している企業と、そうではない企業の分かれ目になったポイントとして、中でもですね、人を育てるリーダーがしっかりと組織の中に複数名いるというところが、当たり前なんですけども力を発揮していたなという気がしています。ですので、来年以降もですね、まずはこのチームリーダー、リーダーをいかに作るかということが、非常に重要になってくるのではないかというように考えています。これもですね、一緒に明確にしておくべきポイントとして私たちが意識していることなんですが、その会社その会社における人材定義というのをしっかりと明確にしていただいています。人材定義というのは、私たちは人材をこう育てていきたいとどの企業も思っていると。ただ自分たちが考えている人材とはどういった人材なのかということをちゃんと定義づけられているかどうかということですね。でそれと同じように、このチームリーダーを育成していく、リーダーを育成していくということを考えた時にも、やはりその我が社におけるリーダーとはという、そのリーダー像をですね、明確に持っておく必要があるのではないかというふうに思っています。今年も私たちのですね、サクセスエレメンターという企画にですね、2週間に一度弊社のコンサルタントがですね、現場の方々とズームでつないで面談をさせていただくという商品にですね、多くの方々にご参加をいただいて、今でもですね、リーダーを期待されている、リーダーという役割を期待されている方々と面談をさせていただくことは多いんですけれども、多くの方々がまずですね、自分はリーダーには向いてないっていうことをこうおっしゃるわけですよね。それを聞いていくとですね、そういった方々がおっしゃっているリーダー像というのは、ちょっともしかしたら、前時代的といったらあれなんですけれども、昔の香りがプンプンするようなですね、失礼な言い方かもしれませんが、昔の香りがちょっとプンプンするような、でも私もリーダーといえばそうだよなって考えていて、そういうリーダーには自分はなれないかもしれないと思っていたリーダー像でした。どういうリーダー像かというと、私についてきなさいみたいなですね、私の背中についてきなさいみたいなリーダーじゃなきゃいけないのではないか。そういう時に重要なのはカリスマ性であったりだとか、強い力であったりとかですね、とにかくその統率力みたいなことがですね、重要になるんだろうと。でも多くの人々は、それはちょっと私には難しいかもしれないというふうに思ってるんだなというふうに思いました。で、じゃあリーダーってどういうリーダーだったらいいんだろうかと。で、私たちが実は今年1年間かけて発信をしてきたリーダー像というのは、決してその私についてきなさいっていうタイプのリーダーだけではないんですね。そういうリーダーも必要だと思うんです。で、あっていい形だと思いますけれども、今求められているリーダーというのは、どちらかというと、佐藤がよくですね、日本的経営の時に伝えるキーワードで、扇の要という言葉を使います。扇の要、リーダーっていうと三角形があって、その頂点がリーダーだと、引っ張り上げるっていうイメージを持たれる方が多いかなというふうに思うんですが、そうではなくて、リーダーはフォロワーたちの下に立ってですね、支えていくというようなリーダー、そうなると引っ張り上げるというよりも支えていく、寄り添っていく、対話をしていくとか、そういったことがこう重要になってくるわけなんですが、そういうタイプのリーダー、分かりやすく言うとですね、引っ張り上げるリーダーっていうのは、分かりやすいかどうかこれ世代によって違うんですが、私が小さい頃サッカーで活躍していたラモス・ルイとかですね、柱谷哲司とか、私野球やってたんですけどね、サッカーで例を挙げるとそんなようなところじゃないかな。今どちらかというと、記憶に新しい今年 WBC も世界一になりましたしね、あるいはサッカーもですね、最近親善試合で強豪国と戦っても必ず勝つか、いい試合をするとこういうところまで行っていますけれども、その両チームを率いているのは、栗山監督とそれから森保監督ですよね。共通しているのは、決して過去選手時代に圧倒的な力を持っていた人ではないということですよね。重要な選手だったことは間違いありませんが、スタープレイヤーだったかというとそうではないという意味です。彼らのマネジメントを見ていても、やっぱりですね、ついてこいって感じじゃないですよね。どちらかというと、対話をしながら、それぞれ一人一人の個性を見ながら、でもチームとしての規律をしっかりと作っていって、寄り添って、支えていくような、そういったようなマネジメントをしていると、分かりやすく言うと、そういうようなリーダーを育てていく必要があるのではないかということです。
リーダーといってもですね、いきなりリーダーを要請することはできません。で、これも私たちがずっと発信していることなんですが、優秀なフォロワーが優秀なリーダーになるというふうに伝えています。誰しもいきなりですね、優秀なリーダーにはならないわけですね。優秀なフォロワーにまずなって、そこからリーダーになっていくということが、非常にその人材育成において重要なんだろうと、リーダー養成において重要なことなんだろうというふうに思っています。ではそのフォロワー養成とはどういうことか、フォロワーシップとは何かということですね。よくリーダーシップはあり方だ、ビーイングだというふうに言われています。つまり、リーダーシップというのは、ああせい、こうせいとかですね、そういうようなこうスキル的なことを指すのではなくて、あり方そのものなんだということをよく言われますけれども、フォロワーシップは違うわけですね。ただ、よく組織でありがちなのが、フォロワーまでですね、まるでそのあり方でマネジメントしなければいけないのではないかというような考え方をこう持っていたりするんですが、フォロワーは明確に違ってですね、フォロワーは明確に鍛えなければいけない力があるわけです。で、その力というのは、私たちの中では5つお伝えをしていまして、1つはですね、やりきる力ですね。やりきる力。これは当たり前ですよね。フォロワーは自分で任せられた仕事を必ずやりきる力。それを、よく圧倒的な戦闘力というふうに言ったりしますけれども、その戦闘力、局地戦に強いということが、一つ、挙げられます。で、二つ目にですね、調整力。これはコミュニケーション力のことを指しますが、いろんなリーダーのもとについてですね、仕事をしていくと、様々な障壁が出てくるかと思います。で、その障壁が出てきた時に、リーダーの後ろに立っているのではなくてですね、リーダーの前に立って調整をしていく。物事を調整している段取りを作っていったりだとかをしていくという力がこれも重要になってくるだろうと。これが二つ目です。で、三つ目にですね、トップのロマンへの共感力ということですね。トップが持っているロマンに共感をしている。あるいはビジョンへ共鳴しているということが非常に重要になる。で、4つ目にロードマップですね、タイムスケジュールを作る力ということもこれ重要になります。リーダーはですね、どちらかというと事細かにこの日までにこれをやってくれとかっていうことは言わないわけですね。リーダーは方針を示す。で、そこに向けてフォロワーは段取りを組んでいく。このタイミングまでにこれをやっていく。で、この力が非常に重要になってくるということです。で、最後5つ目、これがやっぱり一番重要かなというふうに思うわけですが、個別対応能力ということになります。リーダーは方針を示す。大きな方向性を示す。で、そしてあり方を持って、マネジメントをしていくわけなんですけれども、フォロワーに関しては、細かく対応していく力というのが重要になってきます。チームメンバー一人一人に合わせて言葉を噛み砕いて伝えていったりですとか、これ個別化ですよね。個別対応能力ということになるかと思います。そのような、リーダーは大きな方針を示す。その下にいるフォロワーは、どちらかというと個別対応をして、その大きな方向性を細かく伝えていく。一人一人に伝わる、心に伝わるような言葉に変えていくということがやはり重要なんだろうというふうに思っています。そういったような力をですね、フォロワーシップをこう鍛えていくためにつけていく。その中で優秀なフォロワーというのはできてきて、で、優秀なフォロワーになれば、あとはもうリーダーシップをですね、発揮していくような人材に自然となっていくというのが、これからのリーダーを育てる要素じゃないかなというふうに思っていますので、ぜひそんなようなことをこの1年ですね、そういうフォロワーを作ることができたかなとか、何が今の組織の課題なのかなということをもう一度ちょっと考えていただいて、年明けからまた新しい1年が始まりますので、自ら考え行動する人材をたくさん育めるようにですね、まずリーダーを作っていく。そのためにフォロワーシップを強化していくと、こういうことに集中していただくことができれば、良い未来が待っているのではないかなというふうに思います。